はい、こんにちは、アキネです。今日は、急遽動画回してるんですけど、まあ、なんでかというと、まず1つ目、まあ2つあるんですけど、1つ目は、いつも俺の動画見てくれる人、まあ、ありがとうございますっていうのと、まあ、1つ目の続きで、まあ、いつも俺の動画見てくれる中で、1人か分かんない、一見低評価つける人やるんですよね、でその人に向けてっていうのと、あとは今の俺の状況っていうか心境っていうのを、まあ、将来の俺もし生きてたら聞いてほしいんですけど、まあ、将来の自分に向けて撮ったっていうのが一番かな。まあ、話していきます。でまず1つ目、低評価つけるあなた、いつもありがとうございます。見てもらってありがとうございます。すごい嬉しいんですけど、まあ、低評価つけるんやったら、まあ、正直、見ないでください。わざわざ嫌いな人のために動画を見てやるとか、まあ、自分の大事な時間を使うのはもったいないと思うんで、よかったら自分の時間に使ったってやってください。もしそれでも見てくれられんだら、まあ、高評価を押してくれとは言わないんですけど、何も押さないでください。まあ、でもいつも見てくれやってありがとうございます。で2つ目が今の俺の状態っていうか、まあちょっとあったんで、いろいろそれでちょっと話していこうかなって思います。まあ、正直 YouTube は今楽しくやってるんですけど、あとまあ一番肝心なのがちょっとプライベートでちょっとズタボロなんで、いや久しぶりに結構嫌な思いしたっていうか、正直すごいいろいろこと細かに言ったら相手に迷惑かけるんであれなんですけど、まあでも自分のためなんで、まあ、正直何も言わずとも分かると思います。正直はそこまでうまくいってなくて、最悪です。最悪すぎる。嫌なことだらけや。まあけどそうじゃないと面白くないと思うんで、人生やろ、そう思うやろ。そうやから俺なら生きると信じて今日もアニメ見てゆっくり寝ます。いやマジ最悪やな。まあでも俺なら生きるから、ってことで、まあその2つっすかね。そう、まあそれでまあ最終的に笑えたら俺はそれでいいかなと思ってるんで、でこれは見てくれる人は いないと思うんですけど、まあもし見てくれたらありがとうございます。多分めっちゃ手抜きなんですけど、よかったら、低評価押さないでください。お願いします。じゃあ